日はなんと富山公園にやってきました。富山公園レッツラゴー。富山公園は戦前から戦中にかけて日本陸軍の研究所があって、そこで人体実験が行われていたと噂される場所です。富山公園の中でも幽霊さんの目撃情報が多いのはこの箱根山です。私も以前来た時は登らなかったのですが、今回は登ってみました。そしてカメラの不都合なのか何なのか、ところどころうまく撮れなくなってきました。箱根山という割にはそんなに大変な感じでもなく、すぐ頂上に着くんですけど、頂上に着いた途端からもう平行感覚がなくなりました。なんかクラクラするというか、こう落とそうと引っ張られてる感じになりました。でいっぱい幽霊さんがいます。今回音がないのはちょっと別の方がいたので、なんか歌を歌ってらっしゃったので音はちょっと別に差し替えてます。そういえば一昨年お花見ここでしたな。